春さんは昭和53年に人間国宝に、そしてその翌年には黄綬褒章を受けています。春さんが90歳になった平成2年5月に伺った話です。若い時は夏の前山形県の方へ行ってきて、そして春はここら歩いて、夏は由比ヶ浜へ行くし、今度は秋になるとこの宇野間の方へね、ところ嫌わずいつりも歩いて、正月の年明けの日でと1日の日休むばっかぐらいのもんでね、それこそは雪のある時でもさら雪、雪の水のねところにも何でも漕いで歩かせらったすけ、仕方はね、人のうちに置いてもらう水んだすけ、まず歩いていたろうもね。そうすると丸90になりましたんで、90にもなるばさらがね、何にしたらって何にろくなことでしょう。いやいや、国の宝ダメになったありがたいことに国の宝にしてもらったんだろうも、国の宝もへダメになった、年が年だもの盲目という障害に加えて、女性なのがゆえに受けた差別と苦しみ、それを乗り越えながらこの偉大な世界を残してくださった小林春さん、私たちは大きな感謝の花束を捧げたいものです。